皆さんこんにちは、大堀123でございます。6月に入りましてね、もう気温もそしてまた湿度もうわっと上がってくる、夏が見えてきたという感じになってまいりました。このアコースティックギターにとっては少しちょっと悩ましい季節になってきますけれどもね。さあ今回はね、前回のフレーズの動画ありましたけど、まあ、非常に好評だったということで、こうなるとなんか多少かっこよくなるのではないかという、そういう内容のフレーズといったら言い過ぎかもしれませんが、ちょっと紹介していこうかと思うんですが、Eマイナーと A マイナーというこの2つのコードの中に小指を使ったですね、このベース音をこう突っ込んでいくというようなベースラインが強調されるようなものなのかなと思うんですが、ちょっとやっていきましょうか。E マイナー、A マイナーそれぞれね、小指を使ってベース音をこう足していくというような感じなのかな。最初 E マイナーからスタートですけど、こんな感じ。まずこの小指をですね、6弦の3フレットに持っていってギューンと引っ張るわけですよ。そして小指を離して開放を引くと、そしてですよ、また6弦の3フレットを押さえて、まあちょっとハンマーリング音っぽく、そして、まあ、Am に移るわけですけど、開放の5弦を引いて、そして Am に行くと、こう移るわけですね。だからこうとなるわけで、Am に移ったら5弦の3フレットをですね、小指で押さえて、またこうグイーンと少し下げる感じで、そしてまた小指を離して5弦の開放を弾くと。そしてこっからがミソなんだよね。また Am に移るんですけど、その時はね、この5弦の2フレットをですね、この中指でプリングオフして、そしてこの薬指を6弦の3フレットに持っていって、また引っ張る、そして Am に弾くという感じだね、となるわけですね。で、これを交互に繰り返していくとこうなるわけです。右手はというとですね、普通のコードストロークみたいにこう手首を振るっていうのも大事なんですが、手のこの部分ですか、この部分をちょうどこのブリッジの上あたり、低音域あたりにですね、このように当ててですね、ミュートするわけ。するとまあこういう音がするでしょ。普通に弾くと音がするわけですけど、ミュートすることでこういう音がする。指先をスナップ効かせて手首を振るとですね、こういう音になるわけだね。Am と Em それぞれ小指でベースを鳴らしてきましたけど、5弦と6弦が音の変わり方の軸になっていくわけですから、そこを強調しつつミュートを効かせつつ、手首指先のスナップを効かせていくという感じでいいんじゃないでしょうかね。ピックの先がしっかり5弦と6弦に当たってるでしょ。このブリッジのちょうど上あたりですね、ここら辺にしっかりと手を当てると、するとこうなるわけですね。さあ今度は右手左手を合わせた状態でね、皆さんに見ていただこうかと思うんですが、
ス音を付け足すっていうのがいかにその面白いかっていうことをですね思うんですね。通常の Em と Am だけ弾くんじゃちょっと面白くないからねっていう感じでこう付け足してみると、通常のコードの押さえ方とは違った聞こえ方がするということなのではないかと思うんです。ああ面白いなと思ってくれればいいんじゃないかと思います。ぜひ皆さんもね、ちょこちょこっと今のフレーズをですね、やってみるといいんじゃないかと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それではさよなら。